だからのビードロ第2話結構ギャップでギャップですよね。可愛いなっていう、もうなんかヒュってなんか触る感じで体が先に示しちゃってる感じもキュンとしましたね。これは皆さんこんにちるちる商業 BL レビューサイトちるちる編集部のアナコンダとちるちる編集部実写ドラマ評論家ひろみちアンダーグラウンドです。だからのビードロ第2話見ました？はい、もうバッチリ見ました。はい、もうね話したくてうずうずなんですけども、はい、今回は3つのキーワードに絞って話していきたいと思います。はい、それでは早速1つ目、ビー玉。おお、タイトルにもなってますね。結構重要なポイントかなと思います。そうですね、今回は、はい、タイシーくんが怪我をしてしまって、まあ、治るまでの間ねずっとついててくれた宝先輩が病院からバイバイした後に、はい、ちょっとなんか小物屋さんみたいなのにね入っていたところを見かけて何かを買ってるんですよね。はい、それをへばりついてそうへばりついたみたいなタイシーくんでしかもその宝先輩がそれ買った時に袋の中を見た時のあの笑顔、見たことのないようなあの嬉しそうな、なんかすごい大人っぽい宝先輩なのにそこだけ無邪気になってる笑顔がもうなんかキュンと惹かれる部分がすごくあって、でそれの中身がねビー玉っていうことで、はい、ねービー玉が大好きっていう結構ギャップで、ギャップですよね、可愛いなっていう、今回結構宝先輩のギャップ回だった個人的には本当にそうですね。なんか結局なんか最初の1話のラストあたりにそのビー玉こうやってビー玉だよって見せてこうやって空に向かいながら覗いてる時の角度とか、うん、なんだろう、この人とはどの角度から見てもイケメンなのかっていうあの本当に美しい、なんかビー玉も美しいんだけどそれを見てる宝先輩も美しいなと思いながらっていう感じでしたね、はい、本当に。それでは、はい、2つ目ピアス。おお、これもちょっとあのさっきのビー玉と関連があるかなと思うんですけど、その宝先輩が若干機嫌が悪いというか、あー、はいはいはい、なんか落ち込んでるなみたいな時に大進くんがあの雑貨屋に行くんですよね。はい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 、で結局ビー玉を買ってプレゼントするんですけど、うんうんうん、その前の雑貨屋でへばりついてた時に先輩におすすめしてもらったピアスをなんとそこでも買っちゃうんですね。それでつけてでもこっからですよピアスをつけていきます。先輩に会って、うん、買っちゃったみたいになって、はい、やっぱり気持ち悪いですよね、ちょぼぼんってなった時にもうなんかヒュってなんか触る感じですごかったですよね、伸ばして、なんかあの流れであれが自然と急シーンになるっていうのがすごいなっていう、なんかよく BL ドラマとかだとやっぱりそういった傷シーンとかそういったキュンとさせるシーンっていうのが多いんですけど、なんか今回のこれって自然な動作の中で思わず本能的に手が伸びてしまったことに対するなんかキュンがすごい詰まってて、なんかまだ自分では自覚ないんだけどもうなんかタカラくんが可愛いと思ってるっていうことを体が先に示しちゃってる感じがめちゃめちゃ私もキュンとしましたね。これは先に動いちゃってる、そう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 、無意識にいやもう本能的に好きっていうことなんだなって思いながら伝わってきましたね、はい、本当にこのシーンはすっごい好きです、今回もう本当にビー玉とピアスは、はい、いい感じの話だったんですけど、はい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 、3つ目、はい、怪しげなおじさん急に全然テイストが変わっちゃうんですけど、そうですね、そうなんです、なんかこれからの次の話のキーパーソンになりそうなの最初ねなんか親切な人にも気をつけろよみたいな感じの伏線をまず一旦物語の中で張っておいて、その次のシーンでもうすぐに
バスの中で足が痛いのを見かねたね、その怪しげな、まあその時はまだ怪しげじゃないんですけど、紳士的に席を譲ってもらって、その人はずっとなんか大進くんのこと、あ可愛いで見てるだろうなみたいな感じの怪しげなね雰囲気をまといつつ、ラストシーンでは2人の姿を見かけた、そんな怪しげなおじさんが拳っていうんですか、手がちょっとアップになって終わるっていう、ちょっと緊張感漂う感じの、はい、で原作知ってる人にとってはおじさんの膨らみ方がすごいっていうのはあるんですけど、はい、まあ、これからのドラマに重要なポジションのおじさんなので、この次の話で注目をしていきたいかなと思っております。はい、はい、このなんか2話全体を通して、はい、結構やっぱり高田先輩って冷たい人だと思ってたんですよ。はいはいはい、そうですね、あんまりなんか感情ないのかなって思ってたんですけど、うんうんうん、結構大進くんの前だとコロコロ表情が変わるというか、うんうんうん、っていう感じがして、ギャップすごいってなってます今。いやもう本当そうですね、はい、そのギャップがどんどんね宝によって引き出されていって、うん、それが2人の関係性にどう影響していくのかっていうところが今後の見どころなのではないでしょうか。はい、はい、いや宝のビドロ3話も楽しみですね、はい、めちゃめちゃ楽しみです。また話しましょう。はい、皆さんもご感想とコメントにぜひお寄せください。はい、それではバイチェルー。